エゴは君が体だという。精霊は君は体ではないという。君は個人ではなく人間ではない。君は彼のような存在だと。エゴは君の考えはとても重要だという。精霊は君が神と共に考えることだけが現実であり、その他はどうでもいいと知っている。天国では君は全然考える必要がない。事実、君は神によって考えられている。 この世界のレベルでは、コースは君が精霊と共に考えることだけを現実とみなす。さらにこの世界のレベルで唯一の真実は精霊だと言ってもいい。エゴは犠牲を求める。対照的に精霊はどんな犠牲も必要ないという。次の訪問で卓球と復活の本当の意味を話してあげよう。エゴは神は与え、神は奪いたもうという。 聖霊は神は与えるだけで決して奪わないと知っている。エゴは死は現実であると述べる。聖霊は誰も死なない。誰も本当に死ぬことはないという。エゴは何かを善か悪か判断する。精霊はどちらでもない。なぜなら真実ではないからという。形のレベルのことは全て幻想だから、どれも同じく真実ではない。 エゴは個々の具体的なアイデンティティを付与する。愛も憎悪も具体的な個人に向けられる。精霊は誰もが同じであり、全くの抽象であると考える。だから J のように彼の愛は特定されず、全てを包み込む。エゴは君がエゴの自己中心的な言葉に耳を傾け続けるべきだと思わせる巧みな理由を考え出す。だが精霊は、 どこかで君が彼の方へ向き直り、最終的には許しの法則と心の法則の命じるままに彼と共に我が家に戻ることを確信している。コースが教えるように、君が本当に許すことを学び実行するなら、君は必ず神のもとへ戻るのだから。救済とは正しい心ということに過ぎず、精霊と一体の心になることではないが、 一体の心が回復される以前に到達しなければならない段階だ。正しい心は自動的に次の段階につながる。なぜなら正しい知覚には全く攻撃はなく、従って間違った心は消えるからである。エゴは批判なしには生き延びられず、それゆえに脇に教えられる。そうなれば心が動き得る方向は一つしかない。その方向は常に自動的である。 それが従う思考システムによる指示以外はないからエゴはあなたが後悔すると喜ぶのよこうだったならこうしたならこうすべきだったとかあんなことをせずにこうしていればというのはエゴの大好きなセリフ過去を現実にすると同時に嫌な気持ちを起こさせる言葉どっちもエゴにとってはとてもうれしいことだわ 精霊は許し以外なら、あなたが何をしようとどうでもいいってことを知っている。エゴにとっては、これは痛んね。でも、精霊はあなたが癒されることを望み、無意識の罪悪感はいずれは何らかの形で消えると知っているの。たとえあなたが途中で違う道をたどったとしても。付け加えれば、エゴは君がすることを重要に見せたがる。君のスピリチュアリティを邪魔し、真実を遅らせようとして、 そういう領域での君の行動を重要な特別なものに思わせたがる。だが精霊にとっては君が彼のためあるいはイエスや神のためにすることは重要ではない。君が幻想は現実じゃないと本当に理解していれば幻想の中で起こることも重要じゃないだろう許しと君の癒しそれだけが大切だ。確かにこの教えは。 人々にどう生きるべきかを指図する世間的で一般的な宗教の基盤とはならないかもしれない。だが、真実は絶対にこちらなんだよ。それじゃあ、僕が本を書こうが書く前が、本当はどうでもいいんだねその通り。我々はここに来て君に教えてあげられて嬉しいが、それも重要なことじゃない。君が何をしようが重要ではないんだ。君は我々や神に対して、 自分の価値を証明する必要はないそれは神が君を創造された時でに神の心の中で完了している認識の宇宙で起こっているかに見えるその他のことのせいでその事実が変わるわけじゃない君の間違った夢の中では別だがねほらコースはこう教えてるじゃないかあなた方はここではなく永遠に住まっている あなた方が光から遠ざかる無用の旅をしたい誘惑に駆られたときは、自分の本当の望みを思い出して、こう言いなさい。聖霊は私をキリストに導く。他のどこに行きたいというのか、彼の中で目覚める以外にどんな必要があるのか。真の現実の中では、僕がキリストで、他の人たちもみんなそうで、全員は一つなんだ。あんた方が前に言った通り、このレベルでは、 僕らはみんな同じ夢を見ているが、が視点が違う。確かフロイトは夜の夢に出てくる人物は、全部自分だっって言ったんだだよね。だから昼でも夜でもそこに存在するのはみんな僕の象徴であってその人たちは僕自身の夢を違う場所から見ているだけなんだ僕の仕事は許しを通じて再び僕自身と一体になり再び全体になることなんだおやおや男性にしてはゆ弁ね。 ほら、私たちが初めて来た時あなたはあんまり喋りたがらなかったのよ今だってそうだよだけどあんた方といると喋りたくなるあんた方が僕を本当には批判しないって分かってるからだろうなあなたが覚えておくべきことはあなたを批判する人なんて存在しないし世界にどう思われようと本当のあなたには何の影響もないってことコースにこうあるでしょ あなた方は傷つくことはないし全体としての自分以外の何も兄弟たちに見せたいとは思わない兄弟があなたを傷つけることはありえずあなたも兄弟に何の敵意も持っていないこと自分自身にも敵意を持っていないことを示しなさいそれがもう一方の方を向けなさいの意味である精霊は君に真の力を教えるがエゴは君たち男性に。 それから、解放された女性全員にマッチョになるタフになって競争で人を蹴落とせ、さもないとチーズを誰かに取られるぞ、という。それで証明されるのは、彼らがどれほど恐れているかってことだ。だって、恐れていなかったらタフになる必要はないんだからね。実は彼らは、自分でも知らずに愛を求めているんだよ。エゴはあなたの問題が確かに問題だと納得させようとするけれど、 精霊はそれがうまく隠された無意識の罪悪感で、そのためにあなたは分離の世界を夢見なくてはならなくなった。それがそもそもの問題なのだ、と知っているの。もちろん世界はそうは考えないわよ。世界はそんなことを知りもしないんだから。コースはテキストの後の方で、こうはっきり書いているでしょ。あなた方にとって一つ確かなこと。あなた方が、 苦痛や苦しみの原因だと感じるさまざまな理由の中にはあなた方の罪悪感は入っていない前にも「罪なき心には苦しみはありえない」とコースは教えていると指摘したねコースが「君たちは傷つくことはない」という時は自分たちは本当に傷つくことはありえないと知って許しを実践すればいずれ J と同じ能力が身につき苦しみや痛みも感じなくなるという意味なんだよそれなら 君たちの問題なんて取るに足りないんじゃないかいエゴは素晴らしい体としての J が君たちとは全く違う特別な存在であることを望んでいる。これは誰もが人とは異なり特別だと思い続けさせる実に巧妙なやり方だ。精霊は君たちが同じであることを知っている。コース・カ末の用語の解説では J についてこう言っている。イエスという名前は 人間であってすべての兄弟の中にキリストの顔を見神を思い出した人の名前であるこうして彼はキリストと一つになりもはや人間ではなく神と一つになった彼は君にも同じことを望んでいる「君がすべての人にキリストの顔それは本当は君の顔でもあるんだがそれを見るにはどんな姿勢をとればいいのかもっとはっきりと示してあげる時がいよいよ近づいたね」 許しが助けるのは君だってことを覚えているといい必ずしも君が許す相手に個人的な思いを持っていなくてもいいんだ君の仕事はただ自分の誤った認識を正すことでありそれできっと自分も得をするってことを知っているのはルール違反じゃないからねそれじゃあ誰かを許すとしてもその相手と付き合わなくていいわけだその通り事前行為の勧めじゃないもちろんしたって構わないが コースは正しく考えることを教えている。キリスト教徒の多くはイエスならどうするかと考えるね。この問題に対する正解は永遠に一つ。彼なら許すってことだ。許すってことは君がどう考えるかということと関係する。君が何をするかは君の考えの結果だが、でも結果は重要ではない。君が夢を見続けるか、我が家に戻るかを決めるのは 君が何を考えるかで、何をするかじゃない。ジェイは、言って、すべての国の人を信者にしなさい。なんて言わなかったってこと。<laughs> 君が冗談を言う気分になれて嬉しいよ。国といえば、それも重要じゃないってこと、覚えておいてね。本当のあなた方は、永遠なのよ。アメリカ合衆国は、そうじゃないわ。君たちの祖先の中の、偉大な思想家と考えられている。 独立宣言の起草者、トマス・ジェファーソンは聖書の専門家でもあったんだ彼は長年かけて聖書を編集して自分自身の聖書を作ったもちろん当時は公表できなかったが間もなく希望者はその聖書を見られるようになるよ簡単に言えばジェファーソンは古い聖書君たちが旧約聖書と呼んでいるものを完全に削ったそれからジェイを体に宿った神であるとした部分も残さなかった J が物理的な奇跡を起こしたという部分もだ。新約聖書のほぼ200ページを削ったから、残ったのは46ページだけだ。だが、彼は許しと癒し、それにどう考えるべきかという部分はすべて残した。君の国の保守派が奇跡のコースは過激だというつもりなら、企業に支配されたインチキ民主主義を盲目的に擁護して時間を無駄にしたりせず、建国に力のあった、 洞察力ののあるる天才の言うことに耳を傾けるべきだろうね。それじゃあトマス・ジェファーソンは宗教と二元性のクソみたいなガラクタに切り込んで重要なことだけを選び出したんだねだけど不要なものを捨ててズバリ要点をつくことができるようになるまではそういうクソみたいなガラクタが必要な人もたくさんいることを忘れちゃいけないよねそういう人たちをバカにしたり彼らが必要としているものを取り上げるなんて筋が通らないよ 大変結構君は優秀な生徒だよゲイリーだが言葉に気をつけた方がいい君の好きな映画が成人指定だからって君の本までがそうならなくてもいいんだよああ最近は礼儀に気をつけていたつもりなんだがな分かってるさ君は特に汚い言葉は使っていないそれに最近はあまり酒を飲まなくなったしねきちんとした生活は将来のマスターの印だよ この調子で訓練を続ければだが酒を飲むのは罪悪感という幻想のせいかもしれないって気づいたんだそれに神を恐れているせいかなってその恐れは他のことへの心配という形で現れているんだろうなそうだが酒タバコ、ドラッグをやらない人たちが恐れていないわけではない彼らも他の否定の方法を見つけている許しだけが 全ててのの人にとっての解決方法なんだよそこで精霊に関する短い話し合いの終わりに近づくわけコースは彼があなた方の幻想を信じることなく認識するというだから彼の言葉に耳を傾けなさいあなたも彼のように見られるようになるその後コースはワークブックの中でこう言っているわね精霊は あななた方が永遠に獲獲得得不可能なものを獲得しようとしてて作り出しした手段を理解している。あなた方がそれを彼に差し出せば彼はあなた方が亡命のために作り出した手段を使ってあなた方の心を真にくつろげる場所に連れ戻すだろうそれじゃあ彼は僕らが作って使っているのと同じ幻想とイメージを使って僕らを我が家に連れていくんだね。 エゴに対する完璧な形勢逆転じゃないか。エゴが作ったものを活用してエゴを解体するなんて。そのためにはコースの言葉を僕が実行すべきなんだ。幻想を真実にする代わりに真実に引き渡す必要がある。それにコースには J が救済者である。なぜなら偽りを真実として受け入れずに偽りを見ることができるからと書いてあるね。僕にもそれれができれば 彼のように救済者になれるだけでなく、同時に僕の心は精霊によって癒されるだろう。そう、ジェイがほう息子の物語をあれほどうまく語れたのは、あなたと同じように彼もほう息子だったからよ。彼は精霊の声に耳を傾けたの。それによって、偽りを真実として受け入れずに、偽りを見ることができた。精霊の声に耳を傾ければ、あなたもジェイのようになれるし、 キリストと完全にに一体になれるわコースはあなたのヘルパーについてこう言っている「聖霊はあなたの心の中のキリストの心である部分に住まっている」コースはまたほう息子の物語を聖霊と結びつけてこんなふうに言ってるわね「彼は遠い国を案内するガイドのようだ。あなた方にはそのような形の助けが必要だから」。 本当にエゴに対して形勢逆転させて考えをひっくり返すにはつまりコースが言っているような思考の展開を実現するにはこの前話し合ったことを思い出さなくてはいけない。エゴは君を騙して他者を悪者にしたり君の問題や世界の問題の原因を他人のせいや何らかの環境のせいにして非難し無意識の罪悪感を投影すれば罪悪感を追放できると思い込ませた。だがそんなことをしても。 いつまでも無意識の罪悪感に縛られる結果になるだけだ許しが君にとってどれほど大切なことか分かってきたかい次の訪問までにワークブックを終わらせておきなさい真の許しを実践できる優れたポイントにたどり着けるだろうよそしたら僕は TOG だな神の教師ティーチャーオブゴッドだよ <laughs> うまいことを言うじゃないか君は PhD 博士じゃなくても TOG にはなれるわけだ。それが君の本当の仕事なんだよ、兄弟。あとはみんなおまけだ。コースは君の真の仕事がどんなに重要かを強調しているね。神に愛された子が自分で創造し、それなのに真実だと信じている悪夢から逃亡することは、価値ある目標ではないだろうか。成功と失敗、愛と恐怖という選択肢があるように見えても、 これより多くを望むことが誰にできようそうだねそれ以上は望めないだろうなポースは償いは神の子の元々の仕事だと言っている僕がその仕事をするなら結構うまくやれると思う、うん、許しのことだけどそうね真の許しこそ人生の本当の目的なんだけどでもそれを自分のものにするには選び取らなければならないの真の許しの実践は あなたを我が家に導く助けになることを忘れないで。地下の J が失敗することはない。J は妥協しないからね。だって精霊は妥協しないもの。これは物質的な革命ではなくて心の復権なの。新しい考え方の導入よ。コースの状況の形の許しについてはあなたはきっとうまくやれるわ。それが次の訪問の中心テーマになるわね。その後も、 繰り返し現れるテーマでもあるけれど聖なる瞬間は求めればあなたのものよ我が兄弟よ聖なる瞬間って本当は何なのか手短に説明してくれないかないいわそれについてはコースの学習者として聞く機会があるでしょう聖なる瞬間は本当は時空の外で起こるのだけどあなたにはここで選び取るように見える 聖なる瞬間とは、あなたがエゴではなく、精霊を自分の教師として選び取る瞬間のこと、コースにあるようにね。救済に対するエゴの狂った見方に対して、精霊は穏やかに聖なる瞬間を置く。私たちは以前、精霊は比較を通じて教えなければならず、真実を指し示すのに対象を使わなければならないと言った。聖なる瞬間は、 過去への復讐を通じた救済というエゴの固定概念の対極である。あなたが許しを選べば、そしてあなたと許され人の最善の利益のために行動すれば、いつでもその瞬間は起こるの。形のレベルでは、それぞれの利益は異なるように見えても、結局は同じなのだから。あなた方の共通の利益とは、天国に戻ることよ。 許され人なんて言葉があったかな。今はあるのよ。もちろん許され人って本当はあなたよ。そう見えないだけ。あなたが本当に実現しようとしているのは、あなた自身の心の象徴的内容を許すことよ。あんた方がいなくならないうちに聞いておきたいんだけど、いいかな。構わないよ。生意気な口を聞かないなら、こっちもそんなことはしない約束だしね。 じゃあ聞こう。トマスの「福音書」には「山上のすいくん」のことがあんまり出てこないね。これは「福音書」の中でも僕の大好きな言葉なんだけど J は本当に言ったのかなと思っていたんだ。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫に食われ錆びて傷者になりまた盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆びもつかず。 盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。そうね、前にも言ったように、私の福音書には彼の言ったすべてが書かれているわけじゃないけど、とても似たことは言っていたわ。ただし、あなたが思う以上に生々しかったけど。例えば、彼はサビって言葉は使わず、虫という言葉を使い、 体とスピリットの選択についてもっと語ったの。三上の水君は本当はいろんな言葉の寄せ集め。J は山に登ってそこから麓の熱狂的な聴衆に長々と説教したんじゃないのよ。確かに福音書に書かれているのとほぼ似たようなことを言ったし、彼の思考システムが理解できれば、ということは精霊の思考システムが理解できればということだけど、 彼がどんなことを言いそうで、どんなことは言いそうにないか自分でわかるようになりますよ。例えば今あなたが言った、どこに宝物を置くかが大切だってことは、コースに似たことが書いてあるでしょいつも選択肢は2つ。体というエゴの世界か、スピリットと神という精霊の世界か。確信は信念を力強いものにする。 何に確信を置くかで報酬が決まる。確信は常に宝物とされるものに与えられるから、宝物とされたものがあなた方に戻ってくる。神は世界の良い部分を作ったが、悪い部分は作らなかったと考えて、コースは悪い概念を捨てて、良い概念を取っておきなさいと教えている、と思っている人がいたな。そうだね。我々は今までに散々認識と意識は、 エゴだと言ったが、それでもまだ今君が言ったようなことを言う人がいる。このことははっきりさせておこう。神はこの世界を一かけらだって作ってはいない。コースには世界はないと書いてあると言っただろう。ないものの一部を神が作るはずがないじゃないか。精霊の意図は世界があるという夢から君たちを冷めさせることだけだよ。 一時的に良い夢や悪い夢があるように思ってもそれが真実だ結局真実は一時的じゃないからね永遠であり絶対的で完全だだがこのレベルでは精霊に君たちの認識を癒してもらうことが絶対的な解決策につながるとりあえずのプロセスなんだもう一つ質問どうして心とスピリットの違いを強調するんだろう簡単さ エゴ、つまり間違った心は形のレベルで起こるように見える全てをでっち上げているスピリットは形のレベルでは何も作らないだから宇宙の出来事や物を霊的だと見てはいけないんだ正しい心は形のレベルに精霊による解釈を与え君たちを我が家へ導くこの君たちというのは心の中で自分をエゴと一体化させてエゴに縛り付けている観察者の部分のことだよ 我が家とは変わることのないスピリットだよ。あんた方には単純なことかもしれないけど、僕もようやく分かった気がする。結構、精霊はこの世界では何もしないが、形のレベルに対する彼の解釈は、君がここで何をしなければならないかをはっきりさせる助けになる。それは彼を君の先生として選ぶとついてくるおまけで、主たる理由、つまり救済ではないんだけどね。 次の質問。前から形のレベルでさえも分離は事実ではないってことは分かっていたんだよ。物理学者が正しいとすると、量子のレベルでは対象に影響を及ぼさずには観察すらできないんだよね。それなら何十億光年も彼方の星を僕が見たとして、その瞬間に僕は変化を引き起こすわけだ。それがどれほど遠くても構わない。だって本当は外に存在してはいないんだから。それは僕の心の中にある。 宇宙の多くが真実のある側面を模倣しているのなら宇宙の大半が僕らの目には隠されているというのは心のほとんどは無意識だという事実と関係しているのかな今日はすごく深い会話になったようだな宇宙の95%は闇で君たちには隠されているそれは無意識と関係があるばかりではなく君たちにそこでの発見を続けさせ心ではなく 宇宙に回答を求めさせるような仕組みになっているんだそれからエゴは無意識の指示を幻想的で感覚的な表現に変換するために偉大な記述詩のように円幕や鏡を使うってことを忘れてはいけない例えば身体的な目では本当は見ることができないってことがわかってきたかなうんわかってきたと思うけどそう思うとある意味怖いんだよねつまり心で見ているんで 体は本当は何もしていないってことだろう。そういうこと。さて、このあたりで引き上げましょうか。やたらに先を急ぐことはないわ。あなたも言ったように、それは怖いことかもしれない。私の福音書の中で、J があなた方は終わりを見つけようとして、始まりを見出したのではないか。始まるところに終わりがあるのだから、って言ってるでしょ。コースの中では、 J はこう言ってるわ。始まりに近づくにつれてあなた方はまるで死の恐怖のように自分に関する自分の思考システムが破壊される恐怖を感じるだろう死はないが死を信じる気持ちは存在するさっきも言ったように急ぐことはありません精霊はあなたが自分の無意識を恐れているのを知っているコースの目的は平和であって あなたを脅すことではないわ。あなたの理解が進めば、許しの実践もうまくいくし、コーストの旅はだんだん怖くなくなるわ。さて、幻想のお別れをすることにしましょう。でも、8ヶ月経ったら戻ってくるわ。精霊があなたと共にいて、いつも彼の代替策を提供してくれるでしょう。再会までにワークブックを終わらせておきなさいね。そして、楽しみなさい。 私たたちはあなたを愛しているわ、ゲイリー。僕もあんた方を愛しているよあと4日でクリスマスだね今年は資本主義のお祭りの代わりに本来の祝日にしなさい神について考え自分と兄弟姉妹が本当は何なのかを考えるんだよ光は真実と同義語だと思い出し J がコースを愛するすべての人に送ったこの美しい言葉について考えなさい クリスマスのしるしは星、闇の中の光だ。それをあなた自身の外に見るのではなく、内側の天国で輝かせ、キリストの降臨の時のしるしとして受け入れなさい。